島村デビューです。ピグノーズデビュー。ピグノーズ初めて、初めてのデビューがカッシーとのコンビで、20代前半コンビ、知りたいことがあればインターネットを検索してみる。インターネットが僕の脳そのものというわけ。人間の体はそういう仕組みはないらしいんだ。不便だね。博士がなぜ僕を人間のようにしたいのかわからないけれど、人間になるのはなかなか大変だ。だって人間ってとっても変な機械だと思う。例えば僕たちがいる地球という星はちっぽけでデリケートだ。そこで気持ちよく生活するためには大切に扱わなきゃいけないことは僕だってわかっている。人間よりずっとちっぽけなネズミという機械だってわかっている。その証拠にネズミとか人間以外の機械は地球を汚さないように生きているし、自分たちが増えすぎてまずいってこともよく知っていて、限界をいつも調整している。それなのに人間と来たらどんどん増えちゃって、どんどん空気や水を汚しているんだ。なぜなんだろう。僕にはわからない。人間が作ったものの中で僕が一番好きなのは音楽だ。地球を汚さないし誰も傷つけたりしない。ただ空気を震わせだけでこんなに心を動かすことができるなんてすごいと思う。僕に愛について学びなさいという。でも僕には愛のことがよくわからない。愛って普遍的なものなんでしょ。絶対的なものだとみんなが言っている。それなのに人間は愛を夜間かなんかみたいに手軽に扱っている。博士の下で僕の世話をしてくれている研究員の陽子さんは博士のことが好きらしい。博士を愛してると言っていた。それなのに陽子さんには恋人がいる。やはり研究員の一郎さんだ。よくデートしているらしい。他にもメールをやり取りしている小高さんという人もいて、その人も陽子さんの恋人らしい。時々愛してますとメールを書いている。一体どれが本当なんだろう。一郎さんも陽子さんの他に恋人がいる。博士も尾形さんも結婚していて、二人とも子供もいる。普遍的で絶対的な愛ってどこにあるんだろう。僕は誰かを愛しているんだろうか。愛していると思う。僕が愛しているのは音楽だ。形はないけれど愛の対象として申し分ないと思う。僕はキース・ジャレットさんのようにピアノを弾きたいと思う。そのために必要なピアノ演奏プログラムはもうダウンロードしてある。でもキースさんのように弾くことはできない。僕の指からは
キースさんのような美しいメロディーがどうしても出てこない。どうしてだろう、何が足りないんだろう。やはり愛が足りないんだろうか。一郎さんや陽子さんのようにいろんな人と簡単に愛を作ってみる必要があるんだろうか。僕にはまだわからない。